どうも、石川です。はい、これを登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問い51から問い60までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い51番です。引き続き第4章のところですね。医薬品の陳列に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。 A、B 正解、 C なんですけど、第一類医薬品は薬局など構造設備規則に規定する、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないよとあるんですけど、はい、こちら C 誤りなんですが、何かというと、まずは情報提供を行うための設備って何かというと、例えばこれも、一個前の動画でちょっとお話ししておりましたけど、例えばレジの、隣ぐらいのところ、レジの近くとかに情報提供場所っていうなんかこう、札とか立てたりとか、なんか書いてあったりしますので、そこが情報提供場所っていうのが、一応定められております。で、そんな情報提供場所から7メートル以内に、陳列しなければならないのは、第一類医薬品ではなく、第二類医薬品の中の指定第二類医薬品ってやつありましたよね。そう、指定第二類医薬品。そう、指定第二類医薬品は7メートル以内の範囲、情報提供場所が7メートル以内の範囲というものになっておりましたので、なので、C はこれ、誤りとなります。はい、ということで、こちら答えは、1番が正解でした。はい、ということで、要指導医薬品のことについて言ってるのか、1類、2類、3類のことについて言ってるのかっていうところもちゃんと見極めてできるようにしておいてあげてくださいね。はい、では次行きましょう。問い52番です。特定販売に関する記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、はい、こちら誤ってるのは2番となります。2番。ね、特定販売を行うことについて広告するときには、特定販売に伴う事項として、一般用医薬品の販売または事業を行う薬剤師もしくは、登録販売者の写真を表示することになっているとあるんですけど、これ誤りです。何かというと、薬剤師登録販売者の写真はいらないです。そうなんですよ。例えば、お店の、薬局とか店舗販売業の、お店の外観の写真は必要です。あとは陳列の状況を示す写真も必要です。ただ、働いている薬剤師登録販売者の写真はいらないです。いるのは名前ね。薬剤師登録販売者の氏名とかは、しっかりとね、表示しておいてくださいねっていう話になっちゃうので、写真まではいらないです。ま、このあたりもですね、よく言ってるんですけど、例えばこう、なんだろうな、あ、なんか、すごい綺麗な人が、とか、すごいかっこいい人がいるから行っちゃおうとかね、そういう気持ちになっちゃうかもしれないですけど、確かにね、あってもいいんですけど、でも、特にそれが、定められてる、義務というわけではございませんので、この写真は必要ないんだなっていうところを押さえておいてください。はい、ということで2番が誤りとなりました。では次行きましょう。問い53番です。医薬品の購入の記録及び陳列設備に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。まず A なんですけど、医薬品の販売業者が一般用医薬品を購入した場合、ロット番号及び使用期限を、書面に記載しなければならないとあるんですけど、これ何かというと、この内容に関しては、業者間ですよね。そうですよね。なので、例えば薬局が一般の人じゃなくて、薬局が例えば薬局に売るとかね、そういった業者間での内容のことについて言っておりますから、これは一般用医薬品に関しては、ロット番号及び使用期限の、記載はですね、絶対にやんなくちゃいけない事項ではなかった。何かというと、医療用医薬品であればこれ正解になります。
そうなんですよ。だから今回これは一般用医薬品じゃなくて医療用医薬品の記述になっちゃいますので、 A は誤りとなります。はい、では次行きましょう。 B は正解、 C も正解、そして D なんですけど、店舗販売業者およびそれから配置販売業者が医薬品の仕入れ先である卸売販売業者と常時取引関係にある場合には、当該卸売販売業者の氏名または名称を書面に記載しなければならないとあるんですけど、いやー、これ難しい。これちょっと難しかったですよ。これ難しいです。うん、何かというと、この氏名とか名称は書かなくちゃいけないんですよ。そう、書かなくちゃいけない。これは省略できないです。でも、省略できるのは、例えばこの常時取引関係にある場合ですね。常時取引関係にある場合には、例えば住所とか、それから電話番号。そういったものをですね、あとは提示を受けた資料。ね、そういったものはですね、省略することが可能です。そうなんですよ。いいでしょうか。ね、ちょっともう一回書いておきますよ。ちょっと書いておきますね。住所、それから、電話番号ね、ちょっとテルにしておきますね。それからあとは、提示を受けた資料。よいしょ、資料。ね、これに関しては、省略することが可能です。そうなんですよ。だから、ここのところ、ちょっとね、難しいかなと思います。何だったかなというところありますので、ぜひぜひちょっとこの問題で慣れていただければと思うんですけど、はい、ということで、そんなに多くこういうね、内容出てくるわけではないんですけど、たまにポロッと聞かれた場合はですね、引っかかっちゃいますから、ぜひぜひね、ここを確認しておいてあげてください。はい、ということで、D は誤り。なので、答えは5番が正解でした。次行きましょう。問い54番です。薬局開設者及び店舗販売業者の、遵守事項に、関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まず A は正解、それから B なんですけど、一般用医薬品のうち第一類医薬品以外は競売により販売することが認められているよとあるんですけど、いや、二類三類だろうが医薬品は競売はダメでしたね。だからなんですかね、そういったね、競売のサイトとかあるじゃないですかね、そういうものとかですね、やっちゃダメですよというところですね。なんとかオークションとかね、そういうのダメですからね。はい、なので、B は誤りとなります。そして C は正解、そして D なんですけど、医薬品の購入、そして譲り受けの履歴から、自動的に特定の医薬品の購入を、勧誘するような、方法によりですね、医薬品を広告することができるよとあるんですけど、これダメですね。ダメでしたよね。その履歴から自動的にね、特定の医薬品をね、こう、購入をね、勧誘するようなものっていうのは、これは医薬品はダメなので、なので D は誤りとなります。ということで答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い55番です。毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は丸、それから B なんですけど、一般用医薬品で毒薬または劇薬に該当するものは一部に限られていますよとあるんですけど、一般用医薬品、毒薬は今のところ売ってないです。ただ、劇薬はそうですね。ここに書いてあるように、一部は、該当するものがありますので、なので、こちら B は誤りとなります。はい。それから C は正解。そして D なんですけど、毒薬または劇薬を18歳未満のもの、その他安全な取り扱いに不安があるものに交付することは禁止されてますよとあるんですけど、これ18歳じゃなくて、14歳未満のものとなりますので、ここのところ14歳未満なんだなというところを、しっかりと確認しておきましょう。はい。ということで、こちら答えはですね、2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い56番です。以下の医薬品のうち、医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、販売、需要、製造などが禁止されているものとして正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解、それから C、
依存性とかね、習慣性の高いものとかね、そういったものは、販売とか禁止されているかどうかっていうところでは、いや、そんなことないですよね。例えば、コデインとかありましたよね。麻薬性の鎮害成分のコデインとか、依存性とかありますから、そういうの販売してますから、C は×ですよね。それから D のタール色素が指定されているものとあるんですけど、タール色素っていうのは、簡単に言うと着色料になるんですけど、そんな着色料ですね、指定されているようなものであればいいんですけど、指定されているものじゃないようなタール色素を使っちゃうとダメでしたので、なので D は誤りでしたね。はい、ということで答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い56番です。医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、医薬品の販売をする場合、キャラクターグッズなどの景品類を提供することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていないとあるんですけど、いやいやいや。ね、限度内であれば認められておりましたよね。そうなんですよ。なので、A は誤りですね。はい。だから、そういったキャラクターグッズ、こう、メーカーさんのキャラクターグッズとかつけてるものあったりするじゃないですか。あとは、何ですかね、こう、有名なアニメ、漫画とかのキャラクターとかをですね、ちょっと景品にちょっとつけてたりとかっていうこともあったりしますよね。なので、そういった意味ではですね、A はこれ、誤りとなります。はい。それから、まあ、こう、そうですね。はい。それから、次 D 行きましょう。購入者の利便性のため、異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合、効能効果が重複する組み合わせは合理性があるので問題ない。いやいやいや、そんなことないですよね。いや、もうバーンって突っ込みたくなりますよね。重複する組み合わせは合理性がね、この異なる医薬品の組み合わせて販売する場合、これもですね、効能効果が重複するっていうのはダメですよね。これ過剰摂取に、医薬品が過剰摂取になってしまう可能性がありますから、だから、そういったとこは誤りなんで B は×ですね。そして C と D は正解なので、4番が正解でした。はい、ここ、大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い58番です。医薬品の広告に関する記述のうち、正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは、3番ですね。3番が楽しくなりますね。じゃあ、1番何が違うかというと、医薬品の効能効果に関して、明示的に虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または、流布してはならないとされているが、暗示的なものは禁止されていないよとあるんですけど、いやいやいや、暗示的なものも禁止されてますから。はい。だから、こちら1番誤りですね。はい。それから2番、承認前の医薬品の名称、製造方法、効能効果、または、性能に関して広告することは、関係者のみ認められているよ。いやいやいや、医薬関係者でもダメですから。なので、承認前、まだお薬がですね、承認する前に、近日この医薬品販売とかね、そういう広告しちゃダメですよということで、医薬関係者もですね、ダメですからね。2番、誤りです。そして3番、正解。それから4番、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が、認知できる状態であることの要件を一つでも満たせば医薬品の広告に該当しますよとあるんですけど、一つもじゃなくて、一つでもじゃなくて、すべてですね。すべて。そうなんですよ。いやいやいや、ね、日本語の問題って難しいですよね。そう、すべてというところがですね、であればいいんですけど、一つじゃダメなんですよ。なので、4番は誤りでした。はい、ということで、問い58番は3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い59番です。医薬品など、適正広告基準に関する記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、誤ってるのはこちら3番が誤っております。はい、3番見ていきましょう。医薬関係者が公認している旨の、広告は、一般の生活者の医薬品に対する認識に与える影響が大きいが、事実であれば不適当とはされないよ。いや、そんなことないです。ね。事実であってもですね、よくありませんので、そういった、いや、関係者が公認しているとかね、そういうのね、よくありませんから、なので、3番ね、これは何ですかね、こう、ね、それで過剰摂取につながっちゃっても困りますからね。だから、3番は誤りとなります。はい。ということで、次行きましょう。今度は最後ですね、問い60番です。行政庁が行う監視指導。
および、処分に関する記述の制御について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。はい、A、B、C、D、全部正解なんですけど、これ大丈夫でしょうか？まずはですね、その、監視指導、行政庁の監視はですね、こう誰がこうなんかいろいろ命令出してるかとかっていうところも重要になります。だから、例えば今回ここはですね、知事とかね、そういうことが書いてあったりしますけど、知事なのか大臣なのかとかで引っ掛けてきたりもしますし、そして誰のことについて言ってるのか。ね、だから、誰のことというか誰に言ってるかですね。だから、知事が、例えば、ね、薬局の社長さんに言ってるのか。ね、それから店舗販売業の社長さんに言ってるのかとかね。あとは、そこで働いてる従業員に言ってるのかとかね。そういったような、ところではですね、誰に言ってるのかというところもちゃんと見極めていただく必要があります。ね。あとは何のことについて言ってるのかというところもですね、重要となりますから、そういったところをしっかりと見極めていただくと、このね、行政庁のここの問題、一問よく出てきますから、最後にね、よく出てきますので、ここは、しっかりと、ここもですね、点数、掴み取れるようにね、皆さんしていきましょうね。はい。ということで、ここまで大丈夫でしょうか。はい。なので、ここまで、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、下の概要欄のところにですね、ID とか入れておりますので、ぜひぜひ、ご質問いただければいろいろお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も、皆さん動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。